そういえばこの方の体重は？皆さんこんにちは、石井正則です。マネージャーといしくんのダイエット企画、残念ながら早期終了となってしまいましたが、途中からといしくんのダイエットに協力してくれていたといしくんの先輩西さん、測ってみたら西さんもかなり体重が増えていたということで、といしくんのダイエットに協力しながらご自身も体重を落とすとお話ししていたんですが、皆様にお伝えできておりませんでした。あれからも食事なども気をつけていろいろダイエット続けてくださっていて、企画終了となった6月6日も体重を測ってくれていました。日産ダイエットスタート 98.0 からぴったり1ヶ月、果たして落ちているのか。 90.1 キロ、なんと1ヶ月でおよそ8キロの減量成功。これからも企画関係なくダイエットを続けていかれるとのことなので、といしくんと共に2人の応援よろしくお願いいたします。